とあるアパートの一室を撮影したウェブカメラの映像。日用品や家具、電化製品などの置かれたごく普通の部屋である。それでは、ここで問題の映像をご覧いただきたい。突然チカチカとし始める蛍光灯の明かり。それが消えると、暗闇の中で木の椅子の片方が自然に発火し、炎が現れる。次の瞬間、画面が乱れると、不可解な顔のようなものが見える。まさかこの椅子は問題の霊力の異常に強い樹木で作られたものなのか。そしてこの現象にはその樹木の霊力が関係しているのであろうか。それともこの樹木を伐採するために取られたというある方法が原因であるとでも言うのだろうか。この歪んだ顔のようなものからは、ただならぬ妖気が感じられないだろうか。